33、キロ34、現在の着陸ゾーンは危険だ。了解。ロット、座標を受信してくれ。はい、リーダー。座標を受信しました。直ちにコースを変更します。 ONI の操舵基地は現在コブナントのホルベット級戦艦に攻撃されています。この基地の重要性を理由に今のところ軌道上からの攻撃は許可されていません。残念ながら敵の正確な兵力は把握できませんでしたが、現状では防衛しきれないことは確実です。 ONI は操舵基地を守るためにノーブルチームの応援を要請しています。いいか、どうやらあの戦艦をどうにかしなきゃならんようだ。地上部隊を援護しに行くぞ。キャット、シックス、降りろ。ジョージ、エミールは次だ、準備しろ。行くわよ、シックス。能力圏を感知、対空砲が近い。
通信アレイを起動してくれ。こちらソードコントロール、ワードホグを用意しておいた。助かるわ。ホグに乗ってシックス。起動する必要があるわ。通信アレイにジェネレーターがあればいいけど。ジェネレーターを探すわよ。タワーの吹き抜けにいる。キャット、そっちは？今ゲートを開ける。
動攻撃できないの？マクガンを使えるプラットフォームが4機あるはずよ。
6。了解、クリア。ノーブルチーム、ロングソードが到着。攻撃を開始する。機動攻撃も準備完了だ。写真でも撮るか。よくやったな。ありがとうございます。5、6、科学棟へ向かってくれ。ハルゼ博士の指示に従うようにと司令部からの命令だ。今ハルゼと聞こえたが。そうだ。了解、すぐ向かう。言われなくたって今までずっと従ってきたさ。ここで起きていることは報告を受けるまでもないわ。私が詳しく聞きたいのは、あなたたちがここに来る前に交戦した相手のことよ。ジョージ、久しぶりね。はい。私のアーマーに何をしたの？いや、ちょっと改造を。そのようね。ビシェグラード、あの中継ステーションのデータセンターには宇宙考古学者のラズロ・ソルバド教授がいたはず。彼の死について説明してくれる？60代半ばの民間人のことですね。エナジーソードで腹部をやられていました。エリートね。我々も攻撃されました。あれはその教授の娘を発見した直後でした。彼女は隠れていて。それよりエリートよ、奴らのことを話して。ゼロットが3体です。1体は逃げました。おそらくリーダーです。ゼロット、確かなの？アーマーの形状が一致しました。シールド機能もです。私が追うなと命じました。通信を回復させることが主要目的でしたので。主要目的？あなたは操り人形なの？博士、私と ONI の一部の者はコブナントが宗教上重要視している異物を探すためエリートの先遣隊を送ったと見ている。生存者の証言では少数の精鋭部隊でほぼ例外なくゼロットだった。奴らが中継ステーションに来たのは間違いなく発掘データを手に入れるため。それを取り逃がしたのよ。データ回収の指令は受けていません。受けていたとしてもそれより優先すべきことがありました。敵をむしろと？ソルバド教授の最後のメモにあった言葉、それはラッチキー発見だった。ラッチキー、軽々しく使える言葉じゃない。そちらの彼女が盗んだデータモジュールに手がかりが入っているといいけれど。キャット、先に言っておくけど、あなたがデータにアクセスしようとしたことは分かってるのよ。不正アクセスは常に監視してるから。それは第一級の極秘データよ。私はあなたを軍刑務所に送ることもできる。あなたも罪に問われます。何ですって？我々は現在ウィンター非常事態宣言のもとにあります。スパルタンの任務に民間人が干渉することへの罰則はご存知ですね。あなた、私を脅しているの？忠告しているだけです。みんな行くぞ。博士、話は終わりよ、ジョージ。